ダボ皆さん、日本語で授業プレイをしているアメリカ人、コーテッツスティルです。今回、Rock of Ages 2 をやってみましょう。最近はね、なんかホラーゲームばっかりやってて、さすがにストレスが溜まりますよね。なので、このような、正直、バカゲーだと思いますが、このおかしなゲーム、とにかく、ストレス解消できそうなゲーム、たまにいいですね。では、やってみましょう。ローカル、そして、キャンペーン。ノーマルでいいですね。よし、このゲーム、これあったね。神様とアトラス。なるほどね。ちょっと。おう。カメハメハ。だから、神ハメハ。一安心だね。お、やらかしたね。なんだった？何もないです。だから、神様のお尻が丸見えだが。おー、やっちゃったね。なんでなんかおかしなゲームだね、やっぱり。このアニメーションがおかしい。メガネが必要、神様。てか、なんで落ちる？わけわかんない、このゲーム。とにかく、このゲームの話はね、話っていうか、やり方かな。昔に大活躍した人と戦うことになりますよね。説明するより実際にやると皆さんわかると思いますと、雲の上だった。なんか何かの道の上だと思ったんだが。これがチュートリアルだね。チュートリアル。And as I was saying, all major battles in history were won by throwing giant boulders down a hill. Napoleon, how would you defeat the British? Eh bien, une artillerie très mobile combinée à des manœuvres qui placent mon ennemi dans une position défavorable. No, you use a giant boulder. Must I explain this? Mr. Herodotus, I think I'm in the wrong class. We all belong in different periods. Quiet! You're just trying to get excused from class, aren't you? Well, I tell you. Oh! Wow, a real boulder. I never seen a real boulder before. Hooray! Now maybe we have a chance against King Richard's army. Hey, King Richard's army! It's that one coming here to kill us. Oh! やられたね。おかしい。なんか、ファイティングゲームになってしまいそうだけど、そんなことないですね。実は、ボルダーで、何かの偉大な岩で戦うことになりますね。チュートリアル。友よ。この戦争のルールを教えよう。戦争っていうか、戦かな？こっち側は、俺たちの戦場だね。俺が俺たちのキャッスルで、俺たちはこっちにいますね。左下、なんか HP バーがあるんだね。で、こっち側は、敵の戦場。見たことあるような、同じだよね、形が。卑怯なリチャードが。よし。何をするかというと、偉大ボルダーを投げる。じゃあ、こうやって、じゃあ、スペースキーでジャンプだね。こうやって、痛い。いや、それ。できるだけ早く。ゲートを。よし。200近い。やった。これが敵か。なかなかやるな。でも俺たちのボルダーはお前のこれがディフェンス、これが防御みたいなものだね。じゃあ、何がある？うるさい。これが初めてだから、時間あげる。時間あげる。これ、どうやって？あ、よし。どこがいいかな？あ、あいつのボルダがもう大丈夫だって。多分、一番最後の方がいいかな。息で、わかった。こうしよう。こうやって、そして、こうかな？あー、これがいいかも。スピードがそんなに高くなければね。そんなに速くなければね。よし。これもしよう。あ、ダメか。じゃあ、これ。ダメだ。あ、お金がない。よし。じゃあ、あいつ。おお。やるね。超えてる。あ、俺たちのボルダーが今準備中だね。おお、いいぞ。そんなに速くないかも。よし。そんなに速くないかも。あー、でも結構ダメージ食らっちゃったね。じゃあ、あいつも防御とか立てたかな？見ない。おお、やばい。よーっと、やっぱり解消できそうなゲームだね。あ、別になんもなかったね。よし。あと一発。あと一撃で。あ、ゴールド、もらっちゃいました。ショートカット。あー、なるほどね。これクリックすると、わかりました。あとは、こうしようかな。よし。別にそんなに気にしてない。これがチュートリアルだからね。次は、おお。でも、俺なんか、止められません。よし、おお、曲がれ。これで、夢。ダダン、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 ダダン。あ、クリア、やりましたね。なんで踏む？嫌いよ。踏んで踊る？コンティニューしましょう。じゃあ、あ、折れますね。これは何だろう。新しいユニット。銀行？ああ、そしてステッキカオス。ステッキ牛？これはスコットランド。やってみよう。何の話かな。おお、ブレイブハートでしたっけ？いや。え？な？気持ち悪い。いや、おお。いや、このゲームのアートはね、まあ、その時代のアートだよね。よし。ウィリアム・ウォラス。ウォラスかな？ウォレス？何がいい？ああ、今回、同じじゃない？じゃあ、このライオンのボルダーにしよう。あとは、タワーをゾウをゾウ、そしてスティキカウにしましょう。よし、レディー。で、敵がこっちから来ますね。何がいいかな。まあ、スティッキーカウスなら、まっすぐ行けなくなるんじゃ、わかんない。とりあえず、こうしよう。そして、あいつがちゃんと、この牛に当たるように、こうしよう。あとは、こっちにもね、あいつが絶対この中に入るから、こうしよう。あ、こっちに、ダメだ。一匹だと思ったんだけど、結構いるね。もう、よし。じゃあ、何が待ってるのかな？すごい！上の方がすごい！まあ、それ、感動する場合じゃ、痛い。誰か！HP あるんだね！左上見ると、HP が、痛い。じゃあ、HP が低ければ低いほど、与えられるダメージも、低くなるかな。これはなんだ？いや、触れたくない。敵も、の、ありがとう、壁よ。よし、ゾウが、いや、さようなら。どこ？ちょ、こっちじゃない。でも、大丈夫だ。そんなにダメージ与えられなかったね。あいつは、別に、ちょっと、ついてる。ざまみろ。よし、わかった。こうしよう。どういうこと？ひどい。よし、今回こそ、ダメージ食らわずに、できない。無理かな。ちょ、もう少し。おう、いいぞ。突破できました。いい感じ。これは何だろう。知りたいけど知りたくない。やばい。スプリングトラップだった。フナフゲームのスプリングトラップじゃないけど、ちょっと邪魔。潰した。ごめんね。我が輩の邪魔になるんじゃない。またやられたね。まあ落ちることでダメージ食らわないんだけど、ちょっと痛い。難しいね。じゃあこれが完成している間に、これ全然ダメだろう。これ売りましょう。やばいね。あと2撃？俺もあと2撃だね。よし。こうしよう。あいつがちゃんと、この中に入るように。あとは、カタポルト。何がいいかな。こう？これがいいかも。これも売りましょう。こっちに。ダメか。わかった。こうしよう。よーし、あと少しで完成。お願い完成。今回は、なんだ？何が待ってるかな？スプリングトラップみたいなものが欲しいね。おう。やめて。ギリギリよけたけど。よし、よし、お、やばい。ジャンプ！お、やったね。ジャンプすると。なんか、ジャンプすると、避けられますね。お、な、そうよ。あ、What？ 爆発バレル？お？あと少し。あいつはどこ？こっちか。じゃあ今がチャンス。たくさんこれを。じゃあこうしよう。あ、間に合いなかったね。牛がついてた。でも俺が勝ちますよね。ね？多分。いや、1HP しかないだろう。やっぱりすごいな。何が書かれてるんだろう。読めない。読む余裕はない。やばい。おう、ジャンプ。よし、いい感じ。俺もジャンプ。ノー、ブレーキ押そうとしたんだけど。ちょっとこれ避けながら。大丈夫だ。なんで行かずしか。お、よし、これで。よし。潰されてしまいましたね、あいつが。これが、じゃあこっち行くと新しいユニットかな。カノン。キャノンだね。ということで今日ここまでしときますね。見ていただいてありがとうございました。皆さん、このゲームのことどう思われますか？なんかたまにやっぱりこういうゲームがいいですね。では次へ。